はい、どうもこんにちは。今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございます。この動画では皆さんが、誕生日プレゼントで、いつも欲しているこんな感じのサブスクライブボタン、チャンネル登録ボタンの作り方をご紹介していきます。こんな感じでね、下から、板が出てきて、赤い板が出てきて、それをクリックするとなんか色が変わるっていう、そういうエフェクトを作っていきたいと思います。今回も Adobe After Effects を、使ってこれを作っていくんですが、もちろんいつものごとく、この動画ですね、ダウンロードできるようにしておりますので、ダウンロードしてみてください。プロジェクトファイルもダウンロードできるようにしております。で、今回の、この動画なんですけども、後ろが、透明になっておりますので、そのまま動画に差し込むだけでこのボタンがね、出現するようになりますので、あなたの動画のこの端っこの方とかに、出現させればいいのではないでしょうか。ということで、早速ね、レイヤー説明していくんですが、基本はなんていうんですかね、マットとマスクの繰り返しです。要するにですね、これどうなっているかっていうと、最初はこの板がですね、赤い板が出現するアニメーションですね。こうやってドル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 ガチャーンと、出てきます。そしたらですね、続いてロゴが出現します。これは普通にロゴをですね、スケールしたりで、ポジションをですね、左から右へとこんな感じで、スライドさせていくという、単純なエフェクトですね。その次にこの文字なんですけれども、この文字はマスクを、切っております。どこだ、文字はどこだ、文字がちょっと見当たらないんですけれども、これだな、ここにおりましたね。この、こいつがおると思うんですけれども、この文字をですね、マスクを切ってこんな感じで、このロゴ、スライドされるロゴに合わせてこの文字が出現するようにしております。若干ずれていますけれどもね、大抵の人は気づかないので、いいとしましょう。こんな感じで出現する。で、ベルが、ベルも出現させる。で、これもですね、一応マスクを切っておいて、で、こんな感じで上のなんかリリンってなるやつがね、こう出現するという、そういったアニメーションを作っておいて、で、カーソルが出現して、そしてカーソルがクリックされると、こんな感じで、この赤いやつのね、色が、なんか灰色に変わるという、そういったようなエフェクトを作っていきます。で、変わるのは、赤い板と文字と、そしてベルの色も変わります。白から黒に変わってますね。これを作っていきます。ということで、マットを基本的にたくさん使いますので、今回マットの、使い方、学んでいってみてください。ということで、新規プロジェクトを作成していきましょう。そしたら、新規コンポジションです。で、コンポジションのところで、チャンネル登録なので、サブスクライブ。サブスクライブは、チャンネル登録という意味です。で、横の長さを 1920×、縦の長さ1080で作っていきましょう。これで横長のこいつが出てきます。で、今、後ろ背景透明なんですけれども、これはですね、ここのマークを押すと、背景黒くしたりできます。で、これどっちもですね、背景透明ということですね。どっちにしても、書き出せば同じ効果です。なんですけれども、例えば白い文字を使ったりとかすると、これだと、白と白で見にくいので黒に変えたり、逆に暗い色を使うと 黒と黒で見にくいので、さっきのこっちに変えるというふうに分けていけばいいのではないでしょうか。さあ、ではここに早速、かまぼこ板ですね、それを作っていきましょう。ということで、ここのレクタングルツール、もしくはこのラウンドレクタングルツール、どっちでもいいです。こっちにしましょう。ラウンドレクタングルツール、なんだ、角丸長方形とやらですね。これを作ってこんな感じで、何かしらのね、この板を作っていきます。で、YouTube ということなので、フィル、塗りの色なんですけども、これは赤にしていきましょう。若干赤だとちょっと血生臭い色なので、こんな感じでちょっと、黒っぽい色にしておきます。黒っぽい赤ですね。そしたらこの、長方形ツールの中でこんな感じで開いていくと、この長方形パスの中にサイズというのがあります。で、このサイズをですね、調整すると、この横幅とか変えていくことができるんですが、今回はこれはいいです。で、今回重要視したいのが、一番下のですね、トランスフォームレクタングル。これですね、変形ですね。長方形の変形なんですけれども、ここのポジションがあります。ここのポジションをですね、両方とも0にしてあげましょう。すると真ん中にこの長方形が配置されるようになります。で、一番最初にですね、この長方形が出現するアニメーションを作りたい方は、ここで、長方形のアニメーションを作ってあげてください。例えば、キーボード P を押すと1の、こんな感じのメニューが出てくるんですが、ここのキーフレームをオンにします。で、大体ですね、20フレームぐらいのところにしましょうか。20フレームぐらいで、登場すると。これが登場するというようにしたいので、ここから、そうだな、
何しようかな。まあ下からでもいいし、斜め下からでもいいですし、まあどっからでもいいです。とりあえず、まあじゃあこっちの左下の方から出現するようにしていきましょうか。はい、これで左下からシュッとこんな感じで出てきます。まあこんな感じで、まあなかなかチャンネル登録ということでね、はい、これでチャンネル登録を促すと。で、この2つはですね、キーフレーム選択しておいた状態で、右クリックから、キーフレームアシスタントを押すか、もしくはキーボード F9 を押して、Easy Ease っていう、まあここの、グラフを見るんですけれども、こんな感じの滑らかな動きをするように、指定してあげます。はい、比較的滑らかな動きをしてますね。はい、滑らか板です。滑らかに登場。まあここの、キーフレームですね、これペッてこう点を打つと、まあバーが出てきますので、これをですね、まあこんな感じで左の方に動かすことによって、最初の方は速く、そして最後の方は緩やかにストップするという、また、こんな感じで、はい、動きを指定することができます。シュッとこんな感じで板が登場したらこれで OK。 まあ本当、好みがあればキーボード R を押すと、回転のメニューが出てきます。でまあこれを使ってですね、例えば、20フレームのところで、まあ、この回転の数値は0になりますと。で、まあこっちの一番最初の方でですね、こっちの数字をマイナス180にしてみましょうか。すると、180度回転してこんな感じで出現するような、そういったエフェクトが出来上がります。ちょっと不思議ですね。この2つ選択しておいて、またキーボード F9 を押して Easy Ease のトラン、なんかキーフレームアニメーションをつけておきます。でこれでキーボード U を押すとですね、こんな感じでキーフレーム今打ったやつが出てくるんですが、このローテーションですね、このローテーションのキーフレーム選択した状態でまた、グラフエディターを見てみます。で、ここのところをまた押して、さっきと、合わせるようにして、こんな感じで、前半の方が速く、そして後半は緩やかになるようにしてあげます。すると、まあ、こんな感じで回転しながら登場する、板が、完成です。はい、これで OK で OK です。はい、これで OK。 さあ、まあこれで回転していますが、もしここで回転するときにモーションブラー、いわゆるこう早く動くとですね、ブラーちょっとブレがかかると思いますので、そのブラーを作りたいときはこのモーションブラーですね、このスイッチをオンにしましょう。でこれはですね、まあキーボード F4 を押してもいいんですし、まあ F4 を押すとですね、ちなみにこんな感じで出したり隠したりできます。でもしくはここで右クリックをして、ここのコラムのところでスイッチというのを押すと、まあ、こういうのが出たり隠れたりしますので、ここで見つけてください。これで一応ですね、モーションにちょっとブラーがかかってですね、なんとなくこう、まあ、なんか質感が良くなると言いますか、まあ、こんな感じが出来上がります。さあ、ここまで出来上がったらですね、続いてはですね、この色が変わるやつを設定していきましょう。まあ、ここで、登場して何かしら、ここで、まあ、チャンネル登録だったり、いろいろ作っていくんですが、その際にですね、まあ、チャンネル登録が出て、でここでクリックしたときにこれの色が変わるということで、まあ、それは後で作っていくんですが、まずじゃあチャンネル登録っていうところだけ書いていきましょうか。チャンネル登録と、はい、こんな感じでチャンネル登録というふうに書いてみました。でチャンネル登録書いたら、ここの、まあ、アンカーポイントですね、これはアンカーポイントツールを、これを選択するか、もしくはキーボード Y を押してですね、アンカーポイントツールを選択して、これは真ん中の方に配置しておきましょう。真ん中の方に配置しておいたら、これは、整列のところから真ん中へと配置しておきます。画面真ん中ですね。はい、するとこんな感じで、まあ、真ん中に現れるんですが、最初、赤い背景ということなので、まあそうですね、色は今回は白にしてあげましょう。ということで、ここのキャラクター、まあ文字のところからチャンネル登録の文字は赤にしておきます。はい、まあ、これでチャンネル登録が出てくるんですが、まあ後でこのチャンネル登録出現のアニメーションは作っていきます。はい、でまあここで、まあ何でしょう、キーボード、オルトオプションとカッコを押すことによって、こんな感じでレイヤーをちょん切ることができます。でここで本当は、文字を出現させていきたいので、ここに、まあ、じゃあ早速アイコン用のロゴを作っていきましょう。まあ今回ちょっと横幅がですね、ちょっと少ないというか、まあ短いので、こっちを選択して、こうやって右左なんかよくわかんないんですけども、こうやって引っ張ると横幅調整できますので、まあこんな感じで、ロゴがこことね、こっちに入るように調整しておきます。まあこれは、お好みでいいのではないでしょうか。まあこんな感じの、これぐらいの幅にしておきましょうか。じゃあ今回そしたら、まあ早速イラストレーターでですね、私があらかじめ作っております、まあこんな感じのベルマークちゃんですね、まあなんかこれは買い物した時にたまにベルマークがついておりますので、そこからもぎ取ってなんかこれを、
手に入れてください。そして次カーソルですね。これはあなたのパソコンを使っていたらこのカーソルみたいなのが、なんか現れると思いますので、それをもぎ取って、ここに貼り付けておいてください。そしたらこんな感じで、まあ、イラストレーターがありますが、まあ、これはですね、私が、もうすでに使えるようにしておりますので添付ファイルをご覧ください。そしたらですね、あとそれとは別にですね、はい、こんな感じでプレイボタンというのをいろいろと準備させていただいております。まあ、これをプレイボタンを使ってですね、何かしらのアニメーションを使っていきたいので、まあ、このプレイボタン選択した状態でここの、ドラッグしてですね、ここのコンポジションマークにドラッグ&ドロップしましょう。するとこんな感じでプレイボタンがですね、もうなんか自動的にコンポジションとして新しく出来上がっているんですね。そうすれば、まあ、こんな感じでコンポジションが、プロジェクトのところに入っているんですが、まあ、名前をですね、もうここはロゴというふうに、分かりやすく名前をつけてあげましょう。そしたらこのロゴのコンポジションできたと思いますので、これは、ここの中にチャンネル登録と書いてある上のところに、配置しておきます。めっちゃでかいですね。このでかさが、いいということで、はい、そしたらこの、ロゴが出来上がったと思いますので、スケールキーボード S を押してスケールを出しておいて、で、まあ、こんな感じで、まあ、ちょうどいいね、あの幅、ちょうどいい大きさ、ちょうどいいお手頃サイズ感、こんな感じでお手頃サイズ感、出しておいたら、まあ、これからなんかアニメーションをかけていきます。まずですね、この、ロゴがですね、出現するアニメーションですね。まずこのロゴなんですけれども、今回は右側から出現させたいと思いますので、キーボード P を押してポジションですね、ポジション1のキーフレームを、開いて、なんだちょっとグダってきたぞ、まあ、こんな感じでこの位置にしましょう。でここら辺で、このなんですかね、ロゴが出現するようにしたいので、キーボード S を押してですね、またスケール、そして、まあ、大体こんな感じで、1秒、まあ、10フレームぐらいですね。約10フレームぐらいの、ところで、このロゴが出現するようにしたいので、まあ、スケールが最初は0。そして、次に、まあ、こんな感じで、ちょっとちょうどいいお手頃サイズ感になるように、こんな感じで広げていきます。はい、で、このロゴもですね、今一定のスピードでこう大きくなっているんですが、このキーフレーム2つ選択して、両方とも F9 で Easy Ease を押しておきましょう。そしてここのグラフエディターを表示します。するとこんな感じのグラフが出てきますので、まあ大体ね、先ほどと同様に前方速く、そして後半緩やかになるようにこんな感じで指定してあげましょう。はい、するとこんな感じで、まあボタンが出現するという感じですね。はい、そしたらこのボタンが出現したところで、まあ、1秒のところで出現したんですけれども、まあ大体ちょっと 0.5 フレーム、まあ0.5 フレームくらい、5フレームぐらいちょっとね移動させておいて、でキーボード P を押します。するとまた1のポジションが出てくると思いますので、ここの、キーフレームアニメーションをオンにしましょう。そして、まあ15フレームぐらい動かしても、まあ15フレーム20フレームぐらい25フレーム何フレームだよくわかんない、もうよくわかんないんですけども、これぐらいのフレームを動かしておいて、この1のキーフレームを、左端ですね、まあこっちの方へと、動かしてあげましょう。はい、まあこっちの方に動かしてあげます。まあ、文字の左側ですね。文字の左側に配置されるようにしておきます。このぐらいでいいのではないでしょうか。さあ、そしたら、まあ、これでですね、一応どんな感じかというと、まあ、ボタンが表示されて、ちょっとチャンネル登録邪魔なので消しておきますね。まあ、今の状況だと、ボタンが表示されて、こんな感じで左に配置されていくという感じですね。この、ボタンの動きもちょっと一定なので、2つともキーフレーム選択しておいて、F9 を押します。そしたらこの、グラフエディターですね、これを開いておいて、で、まあ、真ん中途中が速くなって後半も緩やかに止まってほしいので、まあ、こんな感じのグラフにしてあげましょうか。まあ、このグラフの、調整によってスピードの感じが変わってきますので、はい、まあ、なんかね適当に、まあ、ちょうどいい感じになるように、はい、こんな感じでいいのではないでしょうか。ということで、まあ、こんな感じで見ていきましょう。はい、まあ、これで、とりあえずボタンがですね出現して、そして、左の方へと動いていくという、まあ、そういったアニメーションが出来上がりました。シュッとでね、はい、でキーボード U を押すとですね、こんな感じでキーフレームが始まるところが見えてきますので、まあ、スケール始まるまでこのロゴいりませんので、まあ、オルトオプションキープラス加工をしてこんな感じでちょん切っておきましょう。するとまあこんな感じでね、まあ、ロゴがシュッとこう登場するという、まあ、そういったエフェクトが、作ることができます。さあ続いてです。そしたら続いて、まあここから、まあこのロゴに合わせて今度はマスクを切っていって、このチャンネル登録という文字を表示させていきましょうか。まあ、今回はマスクということなので、まあ、このロゴがですねスタートするここら辺、はい、ここら辺ですね、
ここから、チャンネル登録の6の登録の6の文字ですね、ここから登場させていきたいと思います。ということでチャンネル登録はですね、ここから始まるようになりますね。ということでオルトオプションプラス括弧をしてこんな感じでちょん切っておきましょう。そして上のペンツール、これを選択しておいた状態で、まあこんな感じでね、切っておくといいのではないでしょうか。まあどっちにやってもいいです。でまあじゃあこっちチャンネル登録が全部、こんな感じで見えるようにしておきましょうか。はい。でこの状態でですね、例えばキーボード M を押すと、キーボード M を押すとですね、こんな感じでマスクパスというのが出てきます。でここで、反転というのを押すと、逆方向にですね、こんな感じでなるようになります。なるようになるっていう、はい、ちょっと日本語がおかしいですけれども、そしたらここのマスクパスのキーフレームをオンにしておいた状態で、このボタンが最後まで動いたところ、まあここのところまで動くんですけれども、そこのところまでキーフレームというかインジケーターを持っていきます。そしてこのマスクパスを、これから動かしていきます。まあ、このですね、端っこの点、これをですね、右左が分かんなくなるっていう、まあ小学生でも分かることが分かんなくなっちゃうという、こう説明しながら動かすのは難しいですね。はい、説明しながら、はい、こんな感じでやっていきます。ということで、このキーフレームが終わるところでこんな感じで、マスクがですね、右から左へと、こんな感じで縮んでいくような、まあそういった、まあ、動きをつけていきます。これでまあ見ていくんですが、今回、上のですね、このボタンの動きに関しては、先に Easy Ease In のなんかアニメーションつけてるので、ちょっと、動きが一定ではないのでね、ここで、まあ、このマスクに対するキーフレームを作ったと思うんですけれども、この真ん中のところですね、大体真ん中のところの、選択した状態で、まあ、またマスクをですね、こうやってボタンのところに合わせていきましょう。で、またこの真ん中のところ、まあこれで真ん中、キーフレームの真ん中真ん中をそれぞれ見ていきながら、こんな感じで調整していくと、マスクが、うまいことアニメーションに沿って動くようになります。はい、これでボタンに沿ってチャンネル登録という文字が表示されるようになりました。はい、これで一応ですね、エフェクトの、まあ、ボタンが出現して、文字が表示されるまでのアニメーションが出来上がりました。さあ続いてはここまでできたらですね、早速、ベルマークを作っていきたいと思います。ということで、まずですね、あらかじめ作っておりますので、このアイコン用の、Adobe Illustrator ファイルをですね、After Effects に取り込んでいきましょう。はい。するとですね、ちょっと時間がかかっていますが、After Effects ファイルじゃない、Illustrator ファイル、コンポジションでインポートするというのが出ますので、これで OK にしましょう。するとですね、下の、ここのファイルの中にですね、ベルマーク、そしてカーソルという2つのアイコンが出ております。で、今回ベルマークを先に使いますので、このベルマークちゃん、これを一番上に置きましょう。するとまあベルマークちゃん、こんな感じで置かれるんですが、またこれもですね、サイズをキーボード S でサイズを決めておいて、でまあだいたい90ぐらいにしておきましょうかね。90ぐらい。もうちょい小さかったら小さくてもいいですけども、まあこんな感じで80ぐらいにしておきましょう。そしたらキーボード P を押して、で1のキーフレームですね、キーフレームじゃない1の数値を動かしていって、こんな感じでチャンネル登録の横の方へと配置しておきます。ちょっと大きかったのでキーボード S を押してスケールでこのベルマークちゃん、70ぐらいにしておきましょうか。はい、こんな感じで、まあこれぐらいの大きさだったらまあ邪魔にならず、みんなが、ベルマークを集めることもできるということで、こんな感じでいいのではないでしょうか。チャンネル登録の後ろにベルマークちゃん、はい、出現ということで、ベルマークが出たんですけれども、ベルマークもアニメーションつけていきましょうか。でまあこんな感じで、登場するんですけれども、ベルマークも、これから拡大するアニメーションつけていきたいので、だいたいここら辺チャンネル登録のボタンがこう出現したところあたりでベルマークが動くようにしていきたいと思います。ということで、これもオルトオプション押しながら括弧を押すと、ここからアニメーションを始めるというね、レイヤーのスタートを決めることができます。ということで、今回ですね、このベルマークあると思うんですけれども、まあこれをマスクを切っていって、ちょっといろいろとベルマークちゃん変えていきたいと思います。ということで、まあ、またまたペンツールを使って、まあこんな感じでですね、ベルマークのこの周りの、なんていうんですかね、周りのちょっと邪魔な部分というか、邪魔ではないんですけれどもね、せっかく作ったものを邪魔呼ばわりされると、こちらとしても傷つくということなんで、まあ、邪魔ではないんですが、まあ、こんな感じでマスクを切ってあげましょう。するとですね、こんな感じで邪魔な部分が、消えていきます。で、これはですね、
選択した状態で、レイヤー選択した状態でコマンド D を押すと、こんな感じで複製されます。で、上の部分はですね、キーボード M を押すことによって、マスクが出てくるんですけども、これは反転してあげましょう。すると、上の部分はこっちの邪魔な部分、そして、下の部分はこのベルマークの本体、ボディですね、このボディの、分かれるようになりますと。で、このボディのキーボード、どちらもですね、キーボード、選択しておいて S を押すことによって、スケールのアニメーションが出てきます。で、最終的にはスケールは、この大きさでいいので、ここでキーフレーム打っておきますね。で、このキーフレームは、だいたい15フレームぐらい動かしておいて、そして最初のところ0まで0にしておきましょう。スケールどちらも0ですね。一方を0にするとどちらも0になります。すると、こんな感じで、見えなくなるんですけれども、今回、この2つの、キーフレームアニメーションですね、これも、キーボード F9 ですね、 F9 を押すか、もしくは右クリックのキーフレームアシスタントからキーフレーム補助から Easy Ease In をかけておいて、で、またこの、なんていうんですかね、このなんだ、なんかグラフエディター、これを表示して、こんな感じで、大体のね、滑らかな感じにしておくと、これで一応ですね、こんな感じでベルマークが登場するようになるんですけれども、なんかさっきの邪魔な部分と一緒にこんな感じで、なんかこう大きくなるっていうのは、なんか尺に触るというか、なんか蚊に触るというか、そういうことなので、こんな感じでちょっとね、上と下ずらしてあげることによって、このベルマークがですね、両方別々に登場するということになります。スケールされるんですけれども、このボディと上の部分、これが両方別々に登場するという、不思議な動き方になるという、こんな感じでね、こんな感じの動き方にしていけばいいのではないでしょうか。この動かし方とかは、それぞれ自分の好きなようにですね、なんか長年の経験を生かして、なんか好きなように調整してみてはいかがでしょうか。ということで、これで画面サイズ戻しておきます。チャンネル登録という、ここまでできておりますが、今の段階でボタンが、右から左へとスライドするという、その、陳腐なエフェクトですね、エフェクトじゃないアニメーションですね、右から左へと動くという、そしてチャンネル登録、そしてベルマーク、こんな感じでここまで出来上がりました。じゃあ続いてこれの色を変えていきたいと思います。色はですね、まず変えていくためにはいくつか方法があります。まず、今回マットを使っていくんですが、じゃあ先に、一番下のですね、赤い色、これを変えていく方法ですね。これが一番説明しやすいかと思います。一番下の赤いのがこのシェイプレイヤーなので、これをコマンド D を押して複製しておきます。で、一番下はですね、赤色ということなので、赤でいいのではないでしょうか。普通にね、色は分かりやすく赤にしておきましょう。で、その上ですね、この上の色、これが、変わった後の色ですね。灰色とか、陳腐な色でもいいんですけれども、何色にしようかな、緑とか、チャレンジャーなら緑でもいいと思うんですけれども、緑なんか気持ち悪いのでね、ジムキャリーかっていう、そういうツッコミをしたくなる人も多いかと思うので、今回単純に、なんかこう、グレーにしておきましょう。ダークグレーにしておきましょうか。はい。要するに、赤からダークグレーへと変わっていくという。大体ですね、ベルマークかっていう、ベルマークが、登場した後に、登場するかしないかぐらい、これぐらいの差のところで、なんか切り替わるようにしたいので、またオルトオプションプラス確保して、こんな感じでここで、切り替わるようにしていきます。ただこれだとですね、ただ赤から、なんかグレーの色にですね、カチッと、もう何の前触れもなく変わってしまうということなので、これだとあまり面白くないですよね。なんかブチ切れる人も出てくるかと思いますので、これだとですね、本当にもうこれだけかよっていう、もうクレームがたくさん来そうなので、ここから、このグレーをですね、どうにかして、真ん中から中心に、広げていきたいと思います。ということで、何も選択していない状態でですね、一番上のこのまた長方形ツールがあったところから、今回は楕円形ツールというのを選択しておきます。そしたらこの楕円形ツールをダブルクリックすることによって、こんな感じでですね、真ん中に、楕円がこんな感じで表示されるようになります。で、今回この楕円の色はですね、やっぱり白い方が何か見栄えがいいと思いますので、ホワイトにしておきましょう。楕円の色はホワイトということで、これで OK です。そしたらですね、この楕円なんですけれども、このままだと横長ですね、横長はなんかちょっと見にくいというか、なんかあまり気持ちよくないので、ここの楕円パスのところを開いておいて、そうするとですね、ここのところにサイズがあります。このサイズを変えてもいいですし、
もしくはですね、一番下のトランスフォーム、エリプス、長方形のサイズ変更ということで、ここのところで、まあ、サイズ感をですね、変えてもどちらでもいいです。これじゃないな。これじゃない気がするぞ。エリプスパスの方から変えた方が良さそうですね。あ、こっちのトランスフォームからでもいいですね。トランスフォームのところで、まあ、スケールで変えてもいいですし、まあ、いろんなところで、このサイズ感変えることができます。ということで、いい加減この説明はやめて、まあ、変えていきましょう。例えばこの、サイズのところですね、ここから変えていきましょうか。まあ、最初のところはですね、0でもいいんですけれども、まあ、どっちも0にしておきましょう。じゃあどっちも0にすることによって、まあ、お分かりの通り、縦も横も0になります。縦も横も0になる。つまりこれはですね、まあ、X 軸 Y 軸どちらも同じサイズということになりますので、綺麗な丸になります。これで楕円形は、脱却ということで、楕円形にはならなくなりますということで、ここの丸いところができたらですね、このサイズですね、このサイズが、ここから、スケールするアニメーションを作っていくために、まあ、このシェイプレイヤーですね、このシェイプレイヤー、このサイズ、今0のところなんですけども、この0のサイズのところでキーフレームアニメーションオンにします。そしたら、まあ、0.5秒かかるところで、このアニメーション、どれぐらいだろう、やっぱ1秒ぐらいにしておこう。1秒ぐらいかけてこのね、これがサイズが大きくなるようにしていきたいので、このサイズをですねぐぐぐと広げていって、まあ、すると、白いこの円がどん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 広がっていくと思うんですけれども、どんどんもっと広げて、もっともっと広げて、もっともっともっと広げてって、そして、このチャンネル登録のこの全部のボタンですね、この全部を、包み込むように、母の包容力で、包み込むように、こんな感じで、全部カバーしておきます。そしたら、これが、一体何になるのかと、悩む人もいるかと思うんですけれども、まあ、これで一応キーフレームアニメーションがですね、出来上がりました。まあ、どういうことかというと、真ん中からですね、ただ単に、この今作った丸いやつがどん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 広がっていって、そして全体に広がるという普通の陳腐な、エフェクトなんですけれども、これだけだとですね何にも意味がありません。まあ、もし今一定の速度で、本当につまらない速度なので、このスピード感を変えるためにですね、またいつものごとくこの2つのキーフレームをですね選択しておいて、 F9 を押して、Easy Ease In のエフェクトをかけておきましょう。で、さあ、そしたらまたここのグラフエディターのところを表示しておいて、そうですね、まあ最初の方が早めにこんな感じの、グラフエディター、まあ、最初の方をスピードアップ、そして次第にゆっくりになるような、エフェクトを作っておきましょう。まあ、今回こんな感じでいいのではないでしょうか。まあ、今回こんな感じにしておきます。はい、ということで、今回こんな感じで、円がですね広がっていくという、ちょっとレンダリングに時間がかかっておりまして、ちょっと申し訳ないですけれども、はい、こんな感じで広がっていきます。そしたらですね、ここまで出来上がったら、はい、ちょっとこのグラフエディター一旦閉じますよ。まあ、一応ですねこれで見てみると、すっと、はい、こんな感じでいいですね、いい感じですね。はい、すっとこう真ん中からシュッとこう広がっていくという、全体に広がっていく感じが出来上がったんですけれども、まあ、これがいわゆるマット用の動きになりますので、このシェイプレイヤーですね、これはとりあえずマットというふうに名前をつけておきます。はい、マット用ですね。さあ、マット用に作ったらですね、まずこのマット用、一番下のですねこのチャンネル登録のこの灰色が表示されるように変えていきたいので、まあ、マットではなくてシェイプレイヤーですね、このシェイプレイヤーを下に置いておいて、このシェイプレイヤーがマットと、マットの動きに沿って表示されるようにしていきたいので、ここのトラックマットですね、ここの表示をアルファマットというのに選択しておきましょう。さあ、これでですね、今表示しておいた赤から、まあ、要するに灰色になっていくという、まあ、こういったアニメーションが出来上がります。非常に簡単だったのではないでしょうか。まあ、こんな感じですね、赤いこんな板がどんどんトラックマット今作った動きによって、グレーにね、ダークグレーに切り替わるという、まあ、そういったアニメーションが出来上がりです。はい、さあ、ということでこんな感じでですね、他のやつも同じように使っていきます。例えばチャンネル登録、これも、色を変えていきたいときはコマンド D で複製しておいてですね、このチャンネル登録の色、まあさっきはグレーにしていったので、まあグレーの、グレーの背景、まあブラックにしておきましょうか。じゃあブラックの色に変えておきます。
はい、そしたらこの今さっき使ったマットですね、これをコマンド D で複製しておいて、今作ったブラックのチャンネル登録の上に配置します。そしてこのブラックのチャンネル登録、これはここのトラックマットのところでアルファマットに指定してあげます。さあ、すると、先ほどと同様に、まあ、さっきのね、円が広がっていくスピードに合わせてですね、このチャンネル登録という、まあ、色が変わらない、なぜ変わらないと思うかもしれませんが、これの問題は、今、おっと待ってよ、この問題が、さっきのはですね、シェイプレイヤーの上にマットを置きました。で、このチャンネル登録、シェイプレイヤーの上にマットを置いたんですが、ちょっとここの指定を間違えてましたね。こっちのマットを、アルファマット、マット2にする必要があるということです。はい。マルファマットってなんだっていう。アルファマット反転ですかね。おっと、アルファマットの反転ができていないと。これはどうしたことだ。反転、そういうことか。これが表示になっていますね。表示になっているからこうなるという。アルファマット反転ではなくて、アルファマットにしておくことによって、はい、こんな感じで、まあこんな感じでチャンネル登録が出ておいて、そして真ん中から登場したときにこんな感じでチャンネル登録という色も変わるということですね。はい。では続いて、ベルですね。このベルを、同じく色を変えていきたいと思います。で、今回ですね、このベルなんですけれども、まあ、さっき作ったこのベル2つのアニメーションがあると思います。で、これを最初の色をですね、今回今回は、この2つの色をですね、白に変えておいた方が、チャンネル登録の色と同じ色に合わせておいた方がいいと思いますので、まあ、エフェクト&プリセットのところから塗りですね、この塗りを選択しておいて、まあ、色をですね、白に変更しておきましょう。はい。でもって、この、一番上のベルのイラストレートファイル選択してコマンド D を押して複製しておきます。そしてキーボード M を押して、まあ、マスクが、作成されておりますので、これをマスクは削除しておきましょう。そしてこの一番上なので、この塗りの色も削除しておきます。するとまあ黒いベルが出来上がるんですが、これも先ほど同様にですね、このマットというのをコマンド D を押して複製しておいて、一番上にマットを配置しておきます。そしてこの一番上の黒いベルはですね、トラックマットのところからアルファマット、マット3というのを指定することによって、まあこの円が広がるのと同時に色が変わっていくという、まあそういう話になりますと。はい。ここまでいいでしょうか。ちょっとね、トラックマットを使うとですね、非常になんか自分で手を動かさないと難解だったりとかしますので、実際に私のファイルをダウンロードして使ってもいいですし、まあ、実際にやってみながらこうやったら色が変わるんだよっていうのは、まあ、手を動かしながらやってみてください。さあ、そしたら最後です。カーソルがここでクリックした時に色が変わるようにしていきたいので、カーソルを挿入していきましょう。ということで、ここのところのプロジェクトファイル、ここを開いておいて、さっき入れたカーソルですね、これを一番上に挿入しておきます。で、カーソルはですね、まあ黒なので見えにくいので、ここのところをクリックして背景を、白いやつに変えておきましょう。キーボード R を押すとこんな感じで、回転というのが出てきますので、まあ、大体30度ぐらい回転させておきましょうか。するとこんな感じで、まあ斜めになります。で、ここの変わるところですね、グレーのが広がるところで、最初のところにこのポジションに来てほしいので、まあ、ここのところでですね、まあここのところをドラッグして中心のところにこのカーソルが配置されるようにしておきます。で、クリックされたと同時に、こんな感じで真ん中カーソルがクリックしたところからこんな感じで丸が広がっていくというアニメーションを作っていきますということなので、まあ、キーボード P を押してですね、ポジション、位置を表示しておいたらここのキーフレームをオンにします。そしたらこの、まあ、大体1秒前ぐらいですね、これぐらいまで進んでおいて、ここのカーソルをですね、画面の外へと外しておきましょう。こうすることによって、まあ、こんな感じでカーソルがチャンネル登録の中心にやってくるんですけれども、中心にやってきたらですね、このカーソルを一旦止めましょう。で、止め、キーボード F9 を押して、まあ、止まるんですけれども、ゆっくりと止まるようにここの、速度グラフを、まあ、いつものごとく、最後の方がゆっくりとなるようにスピード感を調整してあげます。するとまあカーソルがここで止まって、そしてここでクリックの動作をつけていきます。もうクリックの動作は非常に簡単で、スケールですね。
キーボード、ここのポジション位置が止まるところでキーボード S を押してスケールを出しておいて、ここでキーフレームをオンにします。そしてコマンドキーを押しながら方向キー右を押すとワンフレーム動きますので、そこでですね、ここのスケールのサイズをまあ80ぐらいまで小さくしてあげましょうか。70とかね、それぐらいでもいいと思います。でもう一回コマンドで、右を押します。そして、またまたサイズ、スケールのサイズを 100% に戻します。これでですね、一応まあこのカーソルがやってきてクリックして、まあこれで開くという、こういうアニメーションが出来上がるんですが、ワンフレームだとちょっと見にくかったので、まあ、これらすべて選択してオルトキーを押しながら右にずらすとこの間隔を広げることができますので、まあ、ここら辺はね、クリックの動きとかちゃんと見ていけばいいかなと思います。さあ、ということで、まあ、キーボード N を押してワークエリアというのを指定しておいて、右クリックからトリムしてあげますと、この範囲でアニメーションが決まりますので、これで1回チャンネル登録のボタンは完成ですね。はい、ここまでお疲れ様でした。ここまで見てくださりありがとうございます。非常に今日は、ちょっと長いというか、まあ、途中がね、マットをいっぱい使ったので難しかったなと感じる人も多かったかと思いますが、まあ、練習していけば、誰でもできるようになりますので、まあ、なんか練習してみてくださいということでした。はい、それでは、スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ、いつか会える日を。またね。